こんにちは、西戸晃子です。15年間ラジオ DJ として、その後スピーチコンサルタントとして、誰が聞いてもわかりやすい話し方を探求してまいりました、えー。そんな四半世紀かけて積み重ねてきた経験をギュギュギュッと詰め込んでお伝えしているのが、ワンデイスピーチセミナーという場です。たった一日で、こんなに人って変われちゃうの話し方ってこんなに一気に上手になれるの おかげさまで大好評をいただいております、えー。だからこそ、その後に、半年間今度はじっくり腰を据えて、マスタークラスでも学んでみたいな、そういう決意をされた方、結構いらっしゃるんです。そこで今日は、ワンデースピーチセミナーって、実際どんな体験ができるのというのを、受講生さんにお伺いしてまいります。題して、現役マスター生が語る あれが人生を変える始まりの日だったワンデイスピーチーというわけで、えー、ワンデ d スピーチセミナー、実はですね、これから東京、名古屋、そして京都で開催予定です。詳しい情報は動画の概要欄、えー、あるいは専用ページにまとめておりますので、この動画をご覧いただいた後、ぜひチェックしてみてください。そして皆さんのお近くのワンデイスピーチセミナーでお会いできたら嬉しいなと思っています。 それでは今日のゲストをご紹介いたしましょう。ふうちゃんです。よろしくお願いします。さて、皆さん、ふうちゃんはですね、ワンデースピーチセミナーにオブザーブ受講といって、まあ、自分はスピーチはしません。今日は見て学びますというお申し込みをしてくださったんですけれども、その場ではい、やっぱり僕もやりますと手を挙げてくださって、実は、 その日参加してくださったスピーカーの中でも変化率がナンバーワンに近いぐらい変わっちゃったっていうのがーちゃんなんですねで。その後マスタークラスに入ってくれて、ぐんぐんともう人前で話すことへのこう緊張なんてものはもう手放されて、 こうどんどんとですね技術を磨いていかれているそんな印象が私にはありますがさあーちゃん、えー、なぜワンデースピーチセミナーまず最初参加しようと思ったきっかけって何だったんでしょうかもともとですね西藤先生はボイシーでそこからです、ね、そのメタ講座であったりとか受けさせていただいたんですけれども、うん、あのマスタークラスすごく興味はあったんですけれども、はい、子供がまだ生まれて間もないことと やっぱりちょっと高額だったっていうこともあって、だからここを踏み出せなかったっていうきっかけがあって、うん、ただずっと気になってはいたんですね。ワンデースピーチセミナーのですね、告知を聞いたときに、まあ、マスタークラスの体験ができるみたいな告知をですね、うん、してくださった。はい、で、それで、あの、1日であれば私も参加できるなと思って、 うんえー、参加しようと思いました。さあ、そのワンデーの中で一番印象に残ったアドバイスっていうのは、ふーちゃんにとってどんなものでしょうか喋りながらうなずくっていうところと、あの語尾が結構上がるっていうのが、うんえー、その場でフィードバックをいただいた点で、それに関しては私も本当無意識で、びっくりしたっていうのが、うんあの、最初の印象だったんですけれども、まあ、自分でそのことに気づいて、気づいたらこう直せるっていう、あの本当にこうびっくりしたというか、はい、あの納得したというか。 えー、そこそこが一番自分の中であのー、印象に残るアドバイスでした。なるほど、ではそのうなずいてるスピーチ一回目ちょっと一緒に見てみましょうか。はい、ちょっと恥ずかしいですけれども、お願いします。まあ今の会社家電量販店に対してまあ営業をする。 えー、メーカーの営業の会社についてるんですけれども、まあ、量販店に行って、えー、店頭で自社の演出をして、自社商品を展示してもらって、たまに何々キャンペーンとかやってると思うんですけれども、まあそういったところでですね、イベントをして、仕事をしてました。すごく私も思い込みがすごい大きくて、楽しんで人生を生きていきたいというふうに思っておりますので、ありがとうございました。 ありがとうございました、ふっちゃん。いかがですかご,ご覧になって。ちょっと恥ずかしいっていうのがあるなと思ったところとうん、かなりうなずいてましたね。なんか、こう、リズムを取ってるような感じで、うん、なんか、それがその時はでも喋りやすかったんだろうなっていうのがなんとか、乗ってるというか、うん、リズムに乗って喋ってるようにも見えました。うん、ちょっとやっぱり、社会人としては少し幼稚な形で聞こえてしまうなと、ゴミにアクセントがついてるので、うん とそう、語尾にアクセントがついてこうあ、上がっちゃうんですよね、語尾がね。そういう癖があったんですけれども、このあとってあの、少しアドバイスとトレーニングをさせていただいたと思うんですけど、覚えてますちゃん語尾ではなく、ト,トップっていうんですかね、文頭っていうんですかね、うん、でアクセントを、えー、言えるように、こう体を使ってでこうあのトレーニングしていただいたっていうのを覚えてます。うん ややりりました、ね、やりまししたたねねアクセントをやめようとかあのなくそうっていうんじゃなくてアクセントの位置を変えて、はい、しかも体を使ってちょっとトレーニングしてみたんですよね。そうですね。うん。はいじゃあそのあたりがどんなふうに変化しているのかえ2回目のスピーチの映像を一緒に見てみましょう。で実際に今日そこで学んだことが、まあ、2点ほど今思いつきまして一、まあ、つはまずちょっと踏み出してみたことで新たな世界というか。 気づきがいただけたかなというのが一つ目に思ったことです。二つ目が本当に自分の無意識って自分でも気づこうと思っても気づけないことが多いんだなというふうに感じました。このスピーチの時の首の振りであったりとか語尾が上がる、語尾を強調するという部分は本当に全くと言っているほど今まで感じたこともなかったですし、そんなことも言われると思ってませんでしたので、本当にびっくりしたという部分。 になります、まあ。ご縁をいただいて、本当にありがたいなというふうに、えー、感じました。本日はありがとうございました。いやいや、ふーちゃんどうですかこの2回目のアフター動画をご覧いただいて。あの首も振るのもほ、ま、少なくなってましたし、何よりも語尾のアクセントが減っていて、話してて、なんか説得力があるように、うん、私も聞いてて感じたっていうのが、印象です。体が安定したから、 声も安定して、結果、すごく説得力とか信頼感とかが増した感じがしますよね。そうですね。このワンデースピーチセミナーが終わった後の周りの方の反応とかって、何かありましたそうですね、私は日々、えー、法人営業として販売に行ってるんですけれども、うん、やっぱりそこで今まではなんかうまく伝えられなかったなっていうことも。 商談が終わった後にこう聞き直したりするんですね。ちゃんとどういうことを言ってたかなっていう。録音して、えー、あの、まあ、商談報告みたいなもの、メールでこう送ったりするので、えー、まあそういうのを聞き直したりしてもちゃん、ちゃんと言えてるというか、今までよりもしっかりとこう伝えたいことが伝えられていますし、うん、まあ、得意先とのこう関係も、うん、なんかこうスムーズにやり取りができるようになったと感じています。そうなんですね。はい さあ、このワンデースピーチセミナーでの体験の後、ふーちゃんは、よし、じゃあ、半年間のマスタークラスでさらに学ぶぞという決意をしてくれました。さあ、ふーちゃんの心の中では、どんなことが起こってマスターで学ぼうと思ったんでしょうかやはり、ワンデースピーチセミナーに参加させていただいて、まあ、自分の中でもまあ気づきをいただいて、うん、今まで自分が思ってもみなかった、まあ、そういうまあ思い込みだったりとかっていうのが気づけて、 まあ自分の中でやっぱりもっと自分を知っていきたいっていう思いがそこから出てきまして、マ、うん、スタークラスにこう入れば、もっとこう自分を自身をこう知って、うん、まあ自分自身に気づいて、うん、まあよりこういい人生というか、うん、っていうのをできるんじゃないかというのを、はい、ワンデースピーチセミナーに確信して入りたいと思いました。うん、そうでしたか。はい。 で実際入ってみて、まだ学びは続いてますが、どうですかはい。マスタークラスに入らせていただいて、本当に日々、こう、いろんな気づきっていうのも、あの、生まれてきているんですけれども、感、うん、感情が大切という話が結構あったと思うんですね。うん,うん。私、私自身が、こう、感情というのは結構、今まで、まあ、楽しいとか、そういういい感情は、こう、やっぱりいいと。うん、で、悪い感情、まあ、例えば悲しいとか、怒りとか、そういうものは、うん、まあ、蓋をして、 ええ、もうそういうのを出さ,出さずに、出さない方がいいと思ってたんですけれども、授業の中では逆にそれが大切だよと、まあ自分のこう怒りと悲しみ、自分が何を大切にしたのかなっていうのをこう気づききっかけになって、うん、まあよりこう自分を知っていける、うん、そういうのもいただけたっていうのが、本当にえと自分の中での一番大きな、うん、はい、気づきかなというふうに感じています。 そうですか、まあ、多くの方がやっぱり怒りなんていうのはね、感じちゃいけない気持ちだと思ってますけれども、はい、まあ授業の中で言ったのはあれですよね、怒りっていうのは自分が大切にしていることがそこにないっていうことを知らせてくれてるんだから、自分が何を大切にしているかに気付くチャンスなんだよって、そういう話をさせてもらったんですよね。はい スピーキングって言いながら、あの <laughs> 日常生活に結構変化がみんな続々と起こってますよね。そうですね。本当にこう、うん、感情にこう左右されることが今、今のは一例ですけれども、やっぱりかなり少なくなってきました。うんうん、で、感情に左右されないってことが、実は話すときにすっごい重要じゃないですか。はい、はい、ね。例えば人前に立って、どうしようってなったこの恐れという感情に振り回されないとか。 あるいはこう喋っててなんか自慢話したくなっちゃったっていうこの欲求に気が付きながらこれには振り回されないとか、はい、そうそうそうだから実は全くね別のお話でありながらに聞こえるんだけれどもスピーキングっていうことにもしっかり影響してくる変化ですね。 まあ、そんなワンデースピーチセミナーっていうのは一日なんですけれども、今一緒に学んでくれてるマスタークラスはおよそ半年ということで、まあ、期間は全然違うから、もちろん違うんですけれども、ふーちゃんにとっては、なんかどんなところに違いを感じてらっしゃいますかワンデースピーチセミナーは、こう、西田さんから、まあ1 1、一対一、ほぼ一対一で、こう、フィードバックをいただけるまで、まあ、それはそれですごくためになったんですけれども、うん、このマスタークラスにおいては、やっぱり西田先生、 と、あと、仲間たちとこう一緒に学ぶという部分で、本当に仲間の日々の投稿であったり、そういったところから気づきっていうのが生まれていて、仲間がいることで、よりこう、学びが深まるというんですかね。うん、学びが広がる、うんまあ。そういうことが非常にその、マスタークラスで学ぶ、なんかこう、いい,い,いところというか。なんか大人になって、こんな、仲間、仲間とかって <laughs>、 あんまりないと思うんですよね。しかもみんな本気でもうなんか泣いたり感情をむき出しでいくじゃないですか。ねそんな仲間たちを見てて、ふーちゃんどう感じます自分にチャレンジしてるっていう風に感じますし、本当にこう自分と向き合ってるんだなという風に感じて、素敵なこう仲間に出会えて、うれ嬉しいというか感激というか、こんな仲間にも本当に出会えたことだけでも参加させていただく価値があるなあと。うんうん 感じてます。ありがとうございます。それでは、ふーちゃん。ワンデースピーチセミナー。うーん、私も僕も体験してみたいな。でもな、どうしようかなと迷っている方に、ふーちゃんからぜひ一言、メッセージをお願いします。そうですね。本当に、ワンデースピーチセミナー。私も最初は、えー、スピーチ受講ではなく、オブザーブ受講だったんですけれども、ぜひですね、えー、スピーチ受講が一番のおすすめになります。ただ、やっぱりスピーチ、なかなかハードル高いなっていう方は、 まあ、オブザーブ、聞く参加だけでも、えー、非常にですね、えー、得るものが大きいと思いますので、ぜひ、えー、一歩踏み出してみてはいかがですすかはい、いありがとうございます本当にね、どっちでもいいと思うんですよね。 オブザーブはね、落ち着いて学べますし、スピーチはもう自分のことが学べるっていうね。はい。あなたに合った受講スタイルでワンデースピーチセミナー、受講していただけたら、お申し込みいただけたら、皆さんに会えるのを楽しみにしております。というわけで、ふーちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか。まあワンデ y スピーチセミナーっていうのは、1日に6名の方がスピーチしてくださいます。でその6人のレベルも、 またお話しされる内容も、それから癖ですよね。まあ、なくてななくせって言いますけれども、私たちは本当にいろんな癖を持ってます。もちろん私もあります。でも自分で自分のことはなかなか気がつかない。でその無意識の癖というものに気がつくと、あ、私って一つの文がすごく長くなっているから話がわかりにくいって言われてたんだとか、 お前なんかもっと自信もっと話せよって言われるけど、あ、それって実は体が揺れたり、うなずきすぎてることが原因だったんだとか、周りの方もいろいろ言ってくださると思うんですけれども、どこに原因があるのかっていうことまでなかなか言ってもらえることは少ないと思うんですね。まあ、たった6名の少数で行うということで、ワンデースピーチセミナーでは個別にフィードバックをさせていただいています。で、この あなたというものを見て、あなたに必要なアドバイスをさせていただくこと、プラス、<laughs> 仲間がいてえ、励まし合いながら、あるいは仲間を鏡としてね、これまたね、自分で自分のことは見えないけど、人のことはよく見えるんですよね。で、あ、あの、癖、自分にもあるとか、あ、これ、私もやってる、これ、 私もそうそう分からなかったの悩んでたのというふうにですね、人のことだったらこうすればいいのに、ああすればいいのに、こうなってる、ああなってるっていうのがよく分かるんですね。それってお互いを鏡とし合いながら一緒に学んでいける。しかも、そのスピーキングっていう場合ね、ふーちゃんが学んでくれてるのはスピーキングなんですけれども、ただ単に人前で話すっていうことだけじゃなくって、お互いにね、仲間が本音でスピーキングし合う。そう。 本当に相手のことを思って本音で伝え合うっていうことも学びの一つです。つまり、授業以外の時間、生徒さん同士が集まって学ぶところも全部含めて学びなんですね。そうやっていろんな関わりがあるからこそ、みんな仲間に出会えたことが本当に良かったと言われる。それは、今まで日常生活において、これほど深く人と関わる、 本音で思っていることを語り合うっていう人間関係をあ、うんまり経験している人が多くないからなんじゃないかなと思ってます。人前で話すことはもちろんそういった人間関係の質を変えていくつながりを深めていくまた無意識の自分が何をやってるのかということに気がついていくそんな自己理解も深まるさまざまな角度での えー、学びが盛り込まれているのがマスタークラスです。えー、スピーキングを学んだり、えー、あるいはダイアログと言われる対話を学んだりしていきます。皆さんと一緒に学べたら嬉しいなと思う。そのマスタークラスがまず再建できちゃうのがワンデイスピーチセミナーなんですね。これから東京、名古屋、そして京都で開催されます。詳しくは動画の概要欄ご覧ください。また専用ページもございます。まずは自分の話し方。 というものに気づく、そしてたった1日で劇的な変化を手に入れる、これを皆さんにぜひ味わっていただきたいと思います。皆さんのご参加お待ちしています。西田明子でした。